頭かな。雨はねちょこちょこは降りよったけど、でもそんななんか朝がちょっとすごかったわけではないけど、まあ今日一日降った中で一番強かったかなぐらいで、別にそんな豪雨ではなかったよ今日。ただ風がちょっとあったから、なんかこう朝ねちょっとなんかなんていうの、霧みたいなさ、なんかこうシャワシャワーってした雨が降っとったんよ。だからなんか風で結構吹く方向が違くなるタイプの雨やったから足がちょっと濡れたなって感じ。今日ワンピース、これワンピースないけどワンピース着とったけんさ、なんかその出とる部分の足が濡れたなって感じ。なんかさ、和菓子のあれが今やっとるやろ、キャンペーンじゃなくて、なんだイベントみたいな、大福がもらえるみたいな、フルーツ大福がもらえるみたいなやつ。だからこのたい焼きがなんかその対象のアイテムみたいなやつ。うリップ変えた、みんな新しいの買ったよ。悲しい。でもなんかさ、最近ではないけど、まあ買ってまだ全然新しかったやつやのになくすなんてもう本当に悲しい。もうだからなんか持ち歩くのはいいけど、本当直すとこはもうこれに絶対に入れるって決めとこうって誓ったわマジで。でもなんかもう本当にいつでもいいからどっかからポロって出てきたりせんかな。どこでなくし、どのタイミングでなくしたかも覚えてないよね。でも京都までは絶対にあった。京都は使っとったからちゃんと。で、まあ、京都からその次の日が東京でお仕事があったから東京に行って、その間になくしたか分からんけど、京都はさ握手会が、握手会っていうかおしゃべり会があったから化粧をしとるやんか。でもその東京に行ってからのお仕事は別に化粧しなくてよかったやつやから、なんていうの、あんまり化粧道具のことを気にしてなかったから、まあ、今日東京でもしかしたらホテルとかに忘れてきたのかですよねだっていくら探しても持ってったバッグの中にはね入ってないんよ。やから多分どっかに絶対落としたかも、落としたしか思えん。マジ辛いわ、買ったばっかりやったのな。なんかな、キャンメイクのさ新しいマシュマロフィニッシュパウダー今使っとるやつの見て、めっちゃ反射する。今使っとるやつのなんかパッケージが全然違う。でもね箱がそもそも違うんやな、これ違うんかな今使っとるやつと。なんか新しくなってたから買った。なんか今の方って結構おしゃれなデザイン、今の方っていうかこれや、あ一緒や。でもこれもまあ可愛いよね。でもこっちはなんかもう、でもずっと使っとったらこういう風にちょっとくすんでくるんやろうな多分。これも買った当初は多分こんなに輝いとったと思うんや。あでもちょっと違うかも、なんかマシュマロフィニッシュパウダー
こっちなんか V ってやつなんやけど、こっちマシュマロフィニッシュパウダーダブル、どう違うん？え、まあ、全然違いは分からんけど、これさなんか中だけって売ってないんかな、中のこのなんていうの粉の部分だけ。わい、粉の部分だけでよかったんやけどさ、なんか探しても全然なくて、それが、あっ、まあ、やからいいやと思って普通にこれ買ったんやけど、まあ、こんな感じ、中の鏡もついとるよって、あっ、裏側、配信の裏側が見えちゃう、悲しい。そう、詰め替えのやつがあったら欲しかったんやけど、詰め替えがなくて、いくら探してもな。だから、あ、これもうこれ単体でしか売ってないんやなと思って、これはだって新しいやつやから使用感ないよ。ちなみに配信の裏側が見えてます。チョコパイの土台に乗せてるなんて言えない。これはまだね、こっちがね、まだ使えるは使えるんやけど、なんか見て、これほら真ん中だけないんよ、なぜか。私すごい塗りにくくて、これまだ使えるからいいんやけど、これはなんかちょっとお直し用とかにしようかなと思って、あの何、マスクしてからさ外して仕事行くよってなった時に、ちょっとお鼻のテカリを直すぐらいの時に使おうかなと思ってて。ゆかちゃん、クマのぬいぐるみありがくま、ゆかちゃん、クマのぬいぐるみありがとう。まあ私の化粧品事情はどうでもいいとしてね、本当にね、デパコスのコスメを買わないから、デパコスのコスメ、デパコスの化粧品を買わないから、あのね、ワイのね、化粧道具の紹介をしてもあんまり意味がないっていうね。まあ買いやすい、お買い求めやすい、日本語がおかしいよな。舞子ちゃん、クマのぬいぐるみありがくま、舞子ちゃん、クマのぬいぐるみありがとう。なんか毛が口の中入っか、気持ち悪い。ムカつく、これなんか、なんでこんな効率悪い、こうやこうやな、こう入ってったんよ、もともとでもケープがここに来たから邪魔なのな、これがな。自由な髪袋ずっとあっこに置いてある、なんでやろ、なんか多分ね、持って帰ってなんか買ったんかな、買ったやつを枠に置いてるんかもしれん、ずっと。あの服はちゃんともう取り出してるけど、袋だけ枠に畳んで置いてるんかも。何も入ってないよ、ぺったんこに折り曲げとるから。お腹いっぱい、お腹がいっぱいなの今。そう、レパコスじゃなくてデパコスね、デパコス、デパートコスメの略でデパコスね。前はプチプラしか買わんからな、基本な。うん、紙袋とか、あ、まあ、たまにあのゴミ袋としてここら辺にポンって置いてゴミポン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 って入れていく時もあるけど、基本なんか、なんかそのね、なんていうん、人にさ、まあ、例えばお下がりあげるってなった時に袋がないってなったらさ、持って帰る人も大変やんか。だから結構みんなから誕生日プレゼントでも、あ、たん、ん？プレゼントでもらった袋とか可愛いやつとか取ってるよ。デパートコスメっていうのは、まあ、なんていうの、岩田屋とかさ、
岩田屋に入っとるかちょっと分からんけど、なんか天神のとこあるやんか。ああいうなんかちょっとお高めの、まあ化粧品にもブランドっていうものがあるわけよ。でなんかまあちょっとお高め、その薬局とかには売ってなくて、そういうなんかこうデパートに行かんとないような化粧品のことをデパコスっていうんやけど、まあそう三越とか万代丸とかにもあると思うんやけど、多分知らんけど行ったことないからまあそうブランドの化粧品ってこと。まあイヴ・サンローランとかあるじゃん、いろいろね、シャネルとかああいうの、ああいうのの化粧品をデパコスっていう、薬局にも売ってないようなブランドの化粧品ね。でまあ薬局に売ってあるまあキャンメイクとかケイトとか、そこら辺のもう本当にどこにでも行ってもお買い求めできるものがプチプラっていうお名前ですね。そうなんか別にね、なんかまあ多分いいんよ、多分デパコスのものってやっぱりその値段がやっぱ普通のよりは高い分、その肌のカバー力とか発色力とかも違うと思うからいいとは思うんやけど、でも最近のプチプラの化粧品って結構なんだろう、ハイクオリティなものが多いから全然プチプラでいいやってなっちゃうよね。しかもそんなになんかこう自分もメイクに関してそのめちゃめちゃ詳しいわけでもなく、こだわってるわけでもないから、うん、まあこれでいいかなみたいな、まあ、自分が満足できればいいかなって感じで。なんかね、本当なんかこうそのメンバーに誕生日プレゼントとしてそのあげる時ぐらいしか行ったことないから、そのデパコスというものをね買ったことがないから自分に買ったことない。眠たーい。もうね最近配信しとったらなんかずっともう左目が眠い感じがする。なんかさ最初さめちゃめちゃ話変わるけど、わいまつげパーマしたやんか。で最初はさなんかわなんか見慣れんくて、なんかまつげ下がっとる時の方が優しい顔に見えるなって思ってたのよ。まつげ上がったらちょっとなんかきつく見えるなみたいな思っとったんやけど、やっぱ慣れてきたらさまつげ上がっとる時の方がなんかもうほんとメイクしてますよ感が出て、どうでもいい独り言でした。なんかさもうもともと眉毛が薄いから、まあ普段さその学校行く時とか眉毛だけ描いて行くんやけど、もう眉毛描いたらほぼなんかもうメイクしなくていいみたいな。いやメイクした方がそれはなんかパキッてするよ、おおすごいみたいな感じになるけど、なんかまつ毛が上がっとるだけで全然なんか違う、すっぴんが。お腹いっぱいやわマジで。あみんな今日夜ご飯まだ食べてないよって方いる？あのね出前館さんのさ、これ全然案件とかじゃないんやけど、わいが今日塩に行ったからできんかったんやけど、出前館さんのさ LINE があるやんか。LINE 登録したらな、なんかいつもクーポンとかがたまに送られてくるんよ。500円引きとか。初回の人じゃなくても、なんか15万名様限定に、みたいな。
500円引きクーポンみたいな。なんか私あのそういうのが出とる時にさ結構頼むんやけどさ、あの今ね今日までなんやけど16日までにあの600円クーポンがな出とるんよ。で今日本当はなあの出前館さんで頼もうと思ったんやけど、もう夜ご飯食べちゃったから、あのワイの代わりに誰かまだ食べてないよって人、えその登録しとったら来るけど登録してなかったら来るんかな、ちょっとわからん、そこら辺ちょっとわからんけど、今日までなんか3日間限定やった気がする、14日から。え分からん、多分全国じゃない、15万名様限定。本当は昨日頼むかめっちゃ迷ったよ。でも昨日は別になんかその急ぎっていうか夜遅くなかったから、明日多分夜ちょっと遅くなるから、今日ね昨日思っとったこと、明日多分ちょっと夜遅くなるから、それだったらもう出前館さんで頼もうって思っとったんよ、600円を増やし。でもあの今日あのまあメールで送った通りなんですけど、まあ学校のねちょっと用事があってですね、それの終わりにねクラスの人がねあの夜ご飯食べに行こうやって誘ってくれて、夜ご飯を一緒に食べに行ったんで、ワイの代わりに誰か600円クーポン使って食べてくれんかなと思って、そう1500円以上頼まんといかんけど、でもそっから600円オフやろ、オフやよ、900円ぐらいで食べれるってことやよ、1500円のものが最高じゃない。全然マジでこれ案件とかじゃないんやけど、あの悔しいから誰かに食べてほしいなと思って宣伝しただけ。お得やろ。だからまだ食べてないよって人はちょっと LINE 登録してからさ、あの結構頻繁になその500円クーポンとかがな送られてくるんよ。まあ何日間限定とかやけど、1週間限定とかもあるけど、なんかね夏休みの時とか、夏休みやったけど、なんかねなんかゴールデンウィークの時とかか、ゴールデンウィークの時とか結構ね送られてきとったんよ。なんかめっちゃ便利よ。案件って聞くとな、確かに激恥。ぜひおいしいもの食べて、みんなにおいしいもの食べてほしくて。お友達は HKT の熊沢さんって知ってますか？うん知ってるよ。上限いったから終了って言ってた。嘘！ 15 万名様やよ。イストスさんクマのぬいぐるみありがくま、イストスさんクマのぬいぐるみありがとう。えん悲しい、せっかくみんなにおいしいものを食べていただこうと思ったのに。もうわいは何回出前館さんの500円クーポンで救われたことか。ごめんこの時間帯やから多分もう頼む人が多かったんかもしれんな、きっとな。もうちょっと早めに言えばよかったわ、申し訳ねえ。レフさんクマのぬいぐるみありがくま、レフさんクマのぬいぐるみありがとう。そうなんかさ、こういう暑い日の時とかってさ、もうなんかあーちょっと作るのめんどくさいなーとかさ、なんかもう動くのだるいなーって思った時にさ、そういうクーポンがさ送ってきてもらえるとさ、なんかあ出前館さん頼めるじゃんって、ありがたいと思う、マジで。あー眠い。あ聞いて、あのな昨日配信終わってからさ、お風呂ちゃんと沸かしたい、沸かしながら入ったんよ、そのシャワーとかのお湯をあの湯船にためながら入って、
めっちゃ疲れ取れたんですけど、体のだるさが全然なくなった。入浴剤も入れてな。昨日は有馬温泉の気分を楽しみました。ありがとうございます。なんか梨の匂いみたいなやつの有馬温泉、昨日は有馬温泉使ったわいはお家で。そう、有馬と湯布院やったっけ、あれどこやったっけ、有馬と別府と有馬別府どこやったか忘れた、あと2個なんか有名なとこのよ、なんか温泉のな、あの入浴剤があるんよ。普通に薬局で売ってるやつやけど、あ、草津あったかも、確かあったかも、多分。温泉行きたいなってか、温泉旅行に行きたい。秋とか行ったら絶対楽しいやろ。だってもうね、景色も綺麗、食べ物も美味しい、温泉も気持ちいい、最高じゃない。だから夏とかってさ、なんかやっぱ温泉入っとったら暑すぎてやっぱもう、あ、ちょっと早く上がりたいってなるやんか。でもさ、秋とかってさ、別に外の露天風呂とか入っても別にその寒すぎず暑すぎずちょうどいい気温やから一生入ってられるわ。まあ長風呂苦手なんやけど。そう、長風呂苦手なんよね。めちゃめちゃ眠い。今日はあまり長くやらんどこうかな。そろそろ終わりたいと思います。うん。そう、なんか今日は疲れよりもお腹いっぱい満たされたよーって、なんか一日充実してたから今日な。学校もやっぱ楽しいし、まあ、その後ね、ちょっと一回家帰ってきたんよ。家帰ってきてまあお昼ご飯食べてちょっとだけお昼寝して、そっからまた学校行ってって感じだったから、なんかすごい充実した一日やったなーって感じ。楽しかった。明日リハなんよ。明日もで、明日結構遅いんよ、終わるのが。だからもしかしたらちょっとどうしようかなと思って、遅いって言ってもまあどれぐらいやろ、9時に家帰れたらいいなとは思うけど多分帰れんから。ね、ちょっと待ってよ。18がそうか。
っと待ってね、スケジュール確認するわ。明日17やろ。んで、やって、あー、これ何時までやるかによるな。でもまあ早くっていうか、まあ帰れたら多分9時半ぐらいにはできるかなぐらいまあ9時半か10時ぐらいかな、多分明日の配信はそれぐらいだと思われます。まただから朝ツイートに書くってよりはできる時間にツイートするわ。何時にできますできますとかやりますって感じで。なんか今自分のね、今のなんか今にやけた顔バリキモかったくない？なんか自分のな、今なあの友達に LINE しとったんやけどさ、打ち間違ってもってさそれにちょっとなんかにやけてしまった自分の誤字に笑ってしまったごめんなさいちょっと面白くなっちゃった。野村誠さん、熊のぬいぐるみありが熊って言ってないよな。野村誠さん、熊のぬいぐるみありがとう。自分でつぼってしまった。わ、もう1分でもう9時やん、終わろうねランキング読みます。うこの顔したらめっちゃまつげが上がっとるのがわかる。とてもブサイクだけど、13位野村誠さん、12位トシボーさん、11位イケポンさん、10位ホエイさん、9位ユカちゃん、8位レフさん、7位ニコライさん、6位イストスさん、5位マイコちゃん、4位バロンさん、3位チャカさん、2位カミさん、そして1位がセリ様さんでした。ありがとう。はい、その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さん、たい焼きもね、みんなありがとう。フルーツ大福楽しみ。また明日配信すると思うんですけど、明日は多分リハ終わりに配信しか時間が取れないのでリハ終わり帰ってきてから、まあ多分9時半か10時かそれ以降になると思うんですけど、まあ早まったらいや早まることはないか、多分早まることはないと思うから、それぐらいの時間に配信するって覚えといてください。ごめんなさい、なんかちょっと今うっときちゃったはい、お腹いっぱい。ちょっと今からお風呂に入って、また明日のために準備をして、寝たいと思います。最近ちょっとツイッターが更新できてなくて申し訳ないですということで皆さん、また、見に来てくれると嬉しいなと思います。モバメもまた
あの時間を見つけて送ります。あ、そう、なんかワイが今日さセブンに寄った時さ、かゆ、鼻がかゆい、そう、片揚げポテトの関西だし醤油が売ってあって、え、なんでって思った記憶があるよそれだけ。では皆さん終わりたいと思います。ありがとね。また明日、夜お会いしましょう。